こんにちは、有村架純です。佐久間由衣です。ポッキー第2弾の CM は佐久間由衣さんと撮影をしました。この CM を見て会いたい人を誘ってみようと思ってもらえたら嬉しいです。ぜひご覧ください。誘おう。かすみちゃん、やっほー。やっほー。どうぞ。ありがとう。会って話さないとわからないこといっぱいあるもんね。温度感とか、うん、予定が合わなかったとしても会いたいという気持ちは伝えるようにして、うんうん、なんで私を誘ってくれたかの理由を聞きたい。もうそんなの一番に思い浮かんだよ。本当嬉しい。そうだよ。いつか誘おう。今日誘おう。ポッキー持って誘ってよかったです。誘おう。かすみちゃん、やっほー。やっほー。どうぞ。ありがとう。いただきます。はい、食べる。食べよう。食べよっか。昨日の夜さ、かすみちゃんとのメールをさ、最初から見返してた。私たちってどんな会話してたかなって思って、そしたら疲れてない、大丈夫とか、元気とか、なんか暑いからちゃんとご飯食べてねとか。お母さんじゃないんだ。そういうところに救われてるなって思ったし、からそこからの抜けてるところがすごくある。そうか、そうだよ。私のお家に来てくれた時もあれね、あったね、事件が。自転車で来てくれたんだよね、うん、でその時にね、一個はちゃんとロックする施錠の鍵がついてるやつと、あの、うん、鍵がないやつ、はいはいはい、2つあって、あ、こっちは鍵がないから絶対に使っちゃいけない、もうロックされたら開かないから絶対こっちは使わない使わないって決めて、はいはい、ユイ家に行ったの、うん、じゃあ着いたじゃん。なんかわかんないけど鍵ついてないやつでカチャってやっちゃって、もうあんなに絶対こっちじゃないって唱えてたのに帰れなくなったんだよね。そうだよね、そうだよ、歩いて帰ってたよね。うん。誘う方、人と会うとき誘うようにしてる。してる。会いたいと思う人には、うん、会って話さないとわからないこといっぱいあるのね。温度感とか、うんうんうん、かすみちゃんの疲れてる時も元気な時も見れば大体わかるのね、もう。勝手にだけど、うん、嬉しい。今回なんで私を誘ってくれたかの理由を聞きたい。あ、ゆいを誘った理由。そう。もうそんなの一番に思い浮かんだよ。そりゃだって本当嬉しい。そうだよ。なんかさ、頻繁にすっごい毎月のように会ってるわけじゃないけどさ、そうだね、なんかさ、私たち友達だよねって言う必要もないしさ、うん、別に言わなくてもさ、うん、分かるものがあるじゃん。そうだね。だからそれは言うかなっていう、私の中でね。嬉しい、うん、かな。ありがとうございます。自分で聞いたみたい。照れちゃうやつ。恥ずかしいから終わり。いつか誘おう。今日誘おう。ポッキー持って誘ってよかったです。改めまして有村架純さんです。お願いします。佐久間由衣さんです。お願いします。みんなを背中で引っ張ってくれるっていう感じ。
本当にそうなの、うん、難しいから終わり。はい、チーズ。いや、佐藤さんめっちゃママオやはい、行きます。はい、チーズ。あ、いいね。はい、もう一枚。はい、チーズ。ふぅ、最後。はい、チーズ。はい、カット。これどうぞ。はい、カット、どうぞ。とてもリラックスして今日は一日いることができました私もそうですね、すごく楽しかったです。この日を楽しみに生きてきたのでなんかすごく嬉しいですね。感慨深い気持ちです、うん、シンプルに会いたいなって思ったからなんですけど嬉しい。まあ、そのひよこという作品で出会って10ヶ月一緒に本当に、ね、大変な日も楽しい日も一緒にこう苦楽を共にした、仲間でもあるし大切な人でもあるので、なんて言うんでしょう、自分のその10ヶ月の間に見せてきた顔というのはきっと彼女は見てくれてる部分もたくさんあるだろうなっていうので私はなんて言うんでしょう、とても彼女の横にいると、ゆいちゃんの横にいると、あの居心地がいいというか、隠すものがこう何もない感覚なので、そういった存在なんで、誘おうとしたらゆいちゃんだなと思ってお誘いしました。ありがとうございます。かでも久しぶりにいろんな話をできて、なんかすごい栄養取れたみたいな感じです。かずみちゃんから栄養をもらったっていう感じで、やっぱあのね、頻繁に会うわけではないんですけど、うん、やっぱり直接会うともらえるものがすごくあるっていうか、うん、それを改めて感じた日でした。かすみちゃんを砂漠の中に連れて行きたいですね、うん、なんか自然がいっぱいあるところに連れて行って、うん、開放的に二人でゆっくり過ごしたいなって思います。